こんばんは。なんか声が。こんばんは。髪切ってない、なんかめっちゃ言われるんだけど、切ってない。今日はボッサボサだからね、盗みました。こんばんは。ちょっと目薬さ。お待ちください。やばいやばい、行き過ぎ。そう、下パジャマ。ねえ、寒いよね今日は。本当に寒い。急にだよね。なんかさ、でもさ、来週から寒いらしいよって聞いてたから、このことかって感じで寒いですね。お部屋暖房してないの。なんかね、この前ね、なんか寒くて暖房つけたんだけど、つけたらね、なんかやっぱ加湿器ないから、私の部屋からつけ、なんか乾燥しちゃって、なんか空気がモヤモヤってちょっと嫌だったので、ちょっとしばらく読めようかなって思いました。そう、加湿器がないよ。でもなんかあるやん、そういうさ、500円とかでさ、ん、100均とかでさ、300円ショップでさ買える安いやつ、
ああいうの昔持ってたんだけどね、出ちゃいました。で今はないです。こんばんは。最近さ、なんかあの覗き見防止のフィルターがあって、そう、なんかあんま見せれないんだけど、なんかね、覗き見防止のあるんですよ。覗き見防止フィルムが、そう、覗き見防止のフィルムがあって、なんかあるんですよ。なんか例えばですね、電車とかでこうやってピッピッピッって、私とかはやっぱメールとか触っちゃうし、あ、書くやんとか、結構なんかそういうインスタとかさ、なんかとかさ、まあレッスン部とか見てたりしたらさ、隣の人は見えちゃうわけじゃん。まあね、そんな多分あれだけどさ、ちょっとさ恥ずかしいやん、見られるので。普通にフィルム買い替えたいなって思って、なんか そしたらセリアに覗き見防止のやつ売ってて、そう、セリアにね、100均に売ってて、とかまあ普通になんか LINE の内容とか見られたくないじゃん。そうそうそう、なんか LINE の内容とかあんま見られたくないから、セリアにずっと欲しいなって思ってて、なんかみんな使ってるし、けどなんかそのあんまりなくて、そしたらセリアにあったので買ってみたんですよ。セリアあって、あーって思ってそれ欲しかったって思って、そう、でもなんか結構、まあ、100円だからね、多めに見てって感じなんだけど、そう、結構やっぱ覗き見防止にはなってるの。まあ100均なんですけど、そう、100均でなんか覗き見防止、なんかね、だから100、まあ100均だからめっちゃ覗き見防止とかがなるってわけではないんですよ、実際は。そう、フィルム、普通のスマホのフィルムがなんかちょっと周りからは見にくい、こうは見えるけど、こうちょっと斜めにしたら見えにくいようなやつで、ってやつなんですけど、そう、ちょっといいんですよね、これが。でもなんか私は例えばスマホってこうやって見る、あ、ちょっと鏡が、スマホってこうやって見るじゃん、こうやって、その時はいいけど、なんかここら辺にこうやって置いてこうやって見てみると、やっぱ覗き見防止だからこういう状態では見れないよね、ここのちょっと見づらくなってるからって思うけど、まあね、普通に。
まあ結構いいかなと思って見づらい、完璧に見えないとかではないけど結構良い。最近塗ってると思わないやん普通に。そうでもね、私自分でやったんだけど結構綺麗にできてると思うんだよね。そう自分でやったんだけど結構空気もなしでできました。そうこんばんは。でもさ、フィルムってあんま私早く買えない。俺のスマホを使って1年ぐらいだったけど、多分ずっと同じフィルムじゃん1年間ぐらい。だから録画面はあの私の推し、あの好きなアイドルの子の可愛いなって思った写真をずっと言ってます。谷崎沙耶ちゃん、そうけどなんか画面が割れそう、可愛いからこんばんは。そして私この昨日配信で見せたんかな、私が買ったお靴を見せます。こちらかわいいでしょう。あ、見せたはなんかゴム、なんか臭い、ゴム臭いなって思った記憶。こんな感じ、かわいい。これをこの前買いました、土曜日に、一昨日かなに買いました、アディダス。本当にねめっちゃ安かったの、なんかアウトレットめっちゃ安くて、でもお母さんもあんなに安いの初めてだったって言ってた。なんかブラックホワイデー、ブラックフライデーだからじゃないって。これです、なんかベージュの靴が欲しくて、そう私が履く、私が着る服って白とか結構多いからベージュにがいいなって可愛いなと思ってた普通に。で私はアディダスかナイキかニューバランスで買いたいんですよ。そうアディダスかナイキかニューバランスしか、まあニューバランスが一番好きで、そう安くなってって、そう落とすな、アウトレットこれを買いました。かわいいの、って感じです。そう私はニューバランスかナイキかアディダスが好きです。ニューバランスが好きなんだよね、可愛くない？でナイキとかも可愛いし買いました。サイズはで私 23.5 じゃでかいのかもって思ってきて、最近なんか 23.5 って思って履くけど、なんだかんだ多分今持ってる靴、今いい子履いてる靴も23で、なんか 23.5 は多分大きくて23にした記憶があるんですよ。そうそう、そしたらそう前回ナイキ
1個下のやつ買ったのに、だから23センチなの私足で、これも 23.5 なんだけど、 23.5 が、あ、23.5 だったんだけど買ったやつでもなんか大きくて、でも23がなかったから買ったんだけど、なんかいつもね、なんか23なのかなって思って、ナイキも1個下のサイズ、そう、ナイキって大きいの選ばないとって言うやん、1個下のを買いました。だから多分違うんだろうね、測ってみよう足のサイズ、そう、なんか違うらしい私多分。え、待って、ちょっとガチで測るわ。あ、やっぱ23かも。なんか 22.9 ぐらいだわ。23なんだね、私の靴足のサイズ。23でした。多分23がちょうどいいのかなって思いました。けどまあ着ないたらいいかなって感じ。でもさ、違うんだって、前回買った時も私 23.5 だと思ってたけど23のやつ買って、今回は 23.5 だけど、前回はアディダスでしょ、でこれ、あ、違う、前回ナイキで、これアディダスで 23.5 大きくて、でなんだママからもらったお下がりの靴も23だったんだけど、それがちょうど良くて、私って23なんですよ多分足の。だから違うメーカーとかじゃなくて、多分元がもう23なんだって思いましたって話です。違う、メーカーじゃなくて、メーカーのあれなしで、なんかこのかかとがカパカパなんですよ私の場合。早くと、私って意外と足ちっちゃいんだなって思いました。だからこれからは一番最初に23センチのあれをしたい、あの23センチのやつ履きたいなって思います。そうなんだよね、なんか。こんばんは。でも冬だからね、ブーツとか欲しいんだよね。私なんか持ってるブーツがヒールありとかで、可愛いけどヒールありって、でもなんか普通に私はなんかちょっと楽を求めちゃいたいから、ヒールのあるブーツとかって本当に疲れるんですね足が。だからヒールないやつどこのブーツ買おうかなと思って。でもヒールあるときはなんかもうインスタ撮りたいとかにしようかなって。とかそうね、ブーツ、レザー系のブーツを、レザー系のロングブーツ、黒のレザーのを買おうかなって、ヒールなしの。まあね、いい感じの。でもなんか私はもう服が欲しい年々増えていっちゃうんだけどね、お洋服とか困ったことに。
でもね仕方ないよ、なんかニューヨークのクロックスとかあるんや。ねえ、でも冬ってさ、なんかおしゃれが楽しいっていうか、なんか夏も楽しいよ、楽しいけど、なんかやっぱブーツとか履いたり、やっぱモコモコ可愛いし、ねえ、なんか。夏はジーンズ系が似合うし、季節的に冬はモコモコとかスカートとかなんか履きたくなっちゃうよね、ロングの。さすがに耳は寒いんだよね、けどまあいろいろとね試してみようって感じですよね。どういう服装がいいかな。冬でマシ出すタイプですかって場合によりますかね。なんかだいたい私年中無休マジジーンズの人なんですよ。ジーンズを履く人なんですけど、やっぱりでも私がそうなんかちょっとミニスカート履こうとか思えるのはやっぱおしゃべり会の時とかインスタ撮りたいなって時ぐらいなんで。ミニスカ寒いんだよね。ダウンも可愛い。でもさ若いうちとか言うけど、でも私のファッションスタイルは別にミニスカートよく履くタイプじゃないのから多分まあ履きたい時にって感じかな。なんか普通に寒いしね、自分の好きな洋服を着たいです。し例えばさ配信とかで私服で来てくださいとか、まあ YouTube の撮影で私服で来てくださいとかで、ミニスカートだとちょっと危ないじゃないですか。ロングだったらまだしもミニスカートちょっと危ないなって思うから、そういう時にジーンズがやっぱ無難かなって思うから、でも最近はめっちゃあれなんですよ、ジーンズも可愛いやつがデザインがねたくさんあって、ジーンズのからね、ジーンズかいろんな種類たくさんあって、いいなって感じです。でもなんか結構私最近インスタモチベ高いんで、インスタで撮った写真、インスタで撮った写真ってツイッターにも使えるしメールにも使えるから結構良くないですか。おはようって、おはよう、今日月曜日頑張ろうと思ってたのにさマジ忘れてた明日からしよう。でもおはようって投稿したらなんか心なしかフォロワーの方がちょっと増えた気がして、やっぱ投稿するって大切だなって思いました。なんかあんまりさかわい、なんかなんて言うんだろう、これこれツイッターにこれこれだよみたいな投稿ってなんかあんまできないから、おはようがやっぱ楽なんですけどでもおはようもね嬉しいって言ってくれる方が多いから頑張りがいがあります。
そう、しかもおはようだったらさ、やっぱさたくさんの人がおはようってコメント返してくれるから、普通に投稿するおはようって投稿した方がコメントとか多いから嬉しいなと思って、やっぱおはようってなんかね、おはようってね言いやすいじゃん。なんか朝とかはやっぱ朝じゃない、平日とかはメール送れないから、朝からね、学校なので、なのでまあ送れないから、せめてツイッ X で言えたらなって。そう、おはようね一時期毎日してたんだけどね、やめちゃいましたよね、なんか自然と。し、なんか使ってない写真が結構あるから、そう、なんかそれもったいないやん、なんか使わずに終わるのって思っちゃうから、せっかく撮った写真も。だからおはようはなしたら、その分まあ選ぶ使ったの、いや私は写真でしょ、なんか使ってる写真とか使ってない写真はあれですね、なんだっけ、あのいいねしてるんですよ。いいねっていうか、まあなんか写真をアプリ開いて お気に入りつけれるやん。それでなんかそしたら写真選ぶときに印出るから、そのハートマークが、それでそれでね、あの区別してます。でハートついてたら、あこれは使ってる、これは使ってない、で分けます。でも なんか迷うんだよね、なんかちょっとツイッターってなるとさ、なんか載せる写真迷うから、そうなのよね。行き止まり面白い写真欲しい、面白い写真なんてない、本当にない、私そんなの。そうね、だから生写とか結構おはようやったら結構いいね多い気がして、嬉しいです、生写のショットをね。なんか今のモチベとかは周年終わったらって感じなんですよ。周年楽しみだし、その終わった後にやっぱ今はリハ期間だからそう、なんか遊び行けないじゃん、そんなやっぱ練習しなきゃとか、そもそもさ時間がないとか、やっぱ公演とかさあって、だから結構周年終わったらここ行こうって約束してることが多くて、ね、周年も楽しみ、コンサートも楽しみだし、その遊ぶのも楽しみだし、ね、周年昼は可愛いのやって、夜は
周年って感じで。そう、本当に。周年ね。でも あっという間じゃない？だって今日あと1週間後じゃん。26でしょ？来週なの？もしかして。やばくない？来週ですね。来週です。来週か。早いですね。平日だからさ、やっぱ来れる方は限られるかもしれないですが、一緒に楽しみましょう。公演もね、最近結構多いですよね。逆上がりが多いね、やっぱり。あさっても目撃者だし。12月の公演スケジュール見てない？見よう。どんな感じ？でもさ、やっぱり生誕祭とかもあったよね。あ、名古屋のあれもありますね。おしゃべり会、ハイタッチ会。名古屋があります。名古屋。福堂、あ、福堂社じゃない、もうサンタさんだった。マジトナカイ誰か誘ってやろうかな。なんか一人で恥ずかしいんだよね、結構。グッチの配信でもどくちゃんがペテってグッチも配信してるんだ。なんかグッチとから今日なんかすっなんかもずくがすっごい変な、そう、どうやって登ったのみたいなところに、めっちゃ高いところにいて、そうっていう動画が送られてきました。降りてくれないって。トナカイさん募集中。同じさ、ブラヘンの人がいいんだよね。一人でやるの恥ずかしいやん。トナカイとか恥ずかしいんだよね。 なんでトナカイってなるじゃん。トナカイマジ誰か募集中。でも服決めなくていいから、トナカイトナカイ一人恥ずかしい。トナカイさん、そう、名古屋の土曜日にサンタさん来て、日曜日がトナカイだから、ぜひ来てほしいなって感じです。
古屋お願いします。名古屋でもたくさんの方と会えるのを楽しみにしております。名古屋の近くに住んでる方とかいるのかな。名古屋ってどこら辺、真ん中、こんばんは。マジ初めて名古屋、超初めて。別になんかドレスコードは適当にしてくださいって感じです。でもさ怖いよね、私の例にサンタさんたくさんいたら。なんかさもう冬じゃん、なんか冬だからもう、あなんかこの服着るタイミング逃したなってやつ結構あってさ、もったいないことをしました。だからね来年ね着ようかって感じなんですけど。そうなんか 秋とかに着るような服をまあいいんです。なんか春っぽい服だったから春着ます。多分もうね寒いと思うんだよね、鼻がそれだけどね。ねえでもさなんかどうなんだろうねこれから、なんかわかんない、ちょっとあれ見よう天気予報。なんかさわかんなくない、そうちしそうそう、どんな感じなんだろうね。で最高気温も18とかの次元に入るの？それはやばくない？最低最高気温17、18、18、16、17、18、最低気温が89、87、8とかなんだけど、やばー、もう無理だね、ちゃんとニットとか着ないと冬だわ。そろそろね、え劇場って寒いのかな、やっぱ私たち踊ってるからクーラーさつけてもらってるけど寒いのかなやっぱりみんなね。でも秋なんか秋意外とあったくない？なんか秋だなって感じたことめっちゃあったんだけど、なんか意外と秋あった。もうやばいよね冬なんですけど。でもさ私思ったの、周年が終わったらもう12月じゃん。12月ってもうやばくない、なんか周年が終わったっていうか普通にこうやって晴れなピピピって全然カレンダー見てたの、でカレンダー見てうんと思って来月ちょっとピッて次の月めくったらなんか
クリスマスってさ餅が見えて、ええー、みたいな、クリスマスですかみたいな、やばいよね。クリスマスかみたいな。やばいね。なんかさ今年どうするみたいな、なんかさ旅行するみたいな話になってるのね。なんかこの日まで休み、なんかその 年末年始のスケジュールが来て、この日休みみたいなの書いてるから、じゃあその日家族で旅行するって感じの話になって、あいいねみたいなってなってるんだけど、どこ行くって感じが問題じゃん。なんか出てるのはディズニーとか杉の湯とか、なんか行きたいよねってとか、旅館とかそういうとこ行きたいよねって話してたんだけど、どこに行くかは分かりませんが、なんかね行けたらいいなって思うよね。確かに小太郎心配でも大丈夫。小太郎確かに小太郎のこと忘れてた、連れてくんかな。でもさ小太郎さマジでさ、なんか去年おばあちゃん家に行ったんですよ。なんか小太郎もうなんか猫って1日2日ぐらいなら別になんか餌とかちゃんと用意してれば大丈夫らしくて、なんかでもやっぱりなんか小太郎を一人にさせることできないってなって、そうなって連れてったんですけど、そうめっちゃ震えてた、可愛かった。私の家お家の人は家族は小太郎と離れ離れで生活するということができるのでしょうかね。でもなんかいつも私が思うのは、例えばまあコンサートとかまあイベントとかで東京に行くことがあるじゃないですか。でその時お泊りするじゃないですか、夜遅かったりして、まあ、全泊したり、なんかその時、まあ、結構長い間お泊りした時とかは2泊とか3泊した時はまあ大丈夫なんですよ。別になんか寂しいなと思うから答えに会えなくて、けどなんか普通になんか誰かしらとホテルいるから全然寂しくなくてなんか意外とすぐ寝て楽しいんですよね。で家帰ると小太郎がいるじゃん。うちに猫いたんだみたいな。なんか猫いない生活を何日かしてるとやっぱ人生のもう15年は猫飼ってない人生を歩んできてるから、14年15年は猫飼ってない人生だからさ、なんか逆にうちって猫飼ってるんだみたいな、なんか不思議な気持ちになる帰ってきたら。そうふとなんかうちで猫飼ってるんだみたいな感じになる、不思議な気持ちです。
でもね、旅行したいんだよね、マジで。どこ行こうかね。コタローちゃん。でもね、そうそう、コタロー、なんかファンの方が、あの、うちわに私の名前と顔の写真とか、まあ、とコタローの写真を載っけてくれるんですよ。ココハって書いて、藤子ココとか書いたやつにコタローの絵を、絵っていうか写真を載っけてくれるんですけど、もうなんかそれを見るのが癒しすぎて、公演後とか公演中に可愛いってなります。マジコタロが可愛いの。可愛いよね、猫ちゃんって。どこに旅行なのかな。あんま旅行っていう旅行したことないからさ。でも年末年始って混みそうだよね。なんかな、でも行きたいよね。あんまり行くことないからさ、家族で旅行なんて。行きたい気持ちは山バロンとバロン。でもね、バロンとことマジ似てるんだよね。やっぱ種類が一緒だからさ、キジトラなのかな、バロン。バロンでもキジトラだから似てるんだろうね。そう、なんかレアちゃんに写真見せてもらうけど、え、これめっちゃコタロだよみたいな写真結構ある。似てますよね。よし、終わろうかな。そろそろもう10年が切れそう。終わります。13位リオダさん、ありがとうございます。12位ルルルンさん、ありがとうございます。11位ジョンさん、ありがとうございます。10位チャントクさん、ありがとうございます。9位ステックさん、ありがとうございます。8位ただの魚さん、ありがとうございます。7位 BJ さん、ありがとうございます。6位葵ちゃんさん、ありがとうございます。5位シンさん、ありがとうございます。4位シャオタンさん、ありがとうございます。3位隣のトロロさん、ありがとうございます。2位ミルンクラゲさん、ありがとうございます。1位 HKT 長寿当時さん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ね、明日からも頑張りましょう。おやすみ。じゃあねー。